大河ドラマへの一歩としてこの腹を今お見せして。なるほどな、好き。末広がりずの無駄遊びで戯れよー、カードゲームで遊ぼう。さあ今回はですね、うん、初企画ということでございまして、なんていうんですか、テーブルゲーム、ボードゲームじゃないですか、カードゲームか。カードゲームを昨日自分で訂正して言うておったボードゲーム、カードゲーム、カードゲームで、カードゲームに、これ今流行ってるみたいなんですよ、うん、はーっていうゲーム。まあ例えばこれ一番はーっていうの、一番上にこれ用意したんですが、はーってこの A から H まで8種類のはーが書いてあるんですよ。これをですね、A から H まであるこの札を、引きまして、うん、引きまして、例えば私が A を引いたとしましょう。 A を引いて僕が三島君に向かって、はどの歯でしょうかという。なるほど、この札は見せずにじゃな。さようでございます。はいはいはい、はい、という遊びをちょっとお互いやってみようということで。歯はよう言ってるから、歯はよう言ってます。はぁ、野村太一郎さんに教えてもらったら、はい、野村太一郎の歯はない。ないです。野村太一郎さんの歯なんですよ。野村太一郎さんディズニー流の歯は載ってないんで、いろん、そうそう、歯だけではなくて、はいはいはい、もういろんなお題、いろんなお題ございますから、はい、ここに、まあやりましょうか。さあ、まあそれは後々ちょっと見ていきましょう。マジで狙ってるので、それらしはドラマ、大河ドラマ、大河ドラマへの一歩としてこの歯を今お見せして。なるほどな。じゃあこちら、はい、なるほど。この歯という言葉と表情だけ、はいはいはい、身振り手振りはなし、はい、表情と歯というこの音で、はいはいはい、いきます。はい、しまい？しまい。かなり落ち込んでる感じじゃな。あ、分かりやすいか、めちゃくちゃ分かりやすいか。 C、呆然の歯。 H、失恋の歯。呆然？無念。失礼。演技力はなし。読解力もあるからね。無念。じゃあ笑い声。はい、じゃあお客様だけに、視聴者の方だけにお見せいたします。こちらです。なればお願いいたします。ばあちゃんかお嬢様か、これは。お嬢様もそう笑う時あるからな。さあ、いいですかな。まあ、直感の最初に出たおばあちゃんしようか。正解は、正解は D、 おばあちゃんの笑い声。 D、 お嬢様の笑い声。お嬢、うふうふやろ。これね、さあ、これじゃあ視聴者にだけいただきましょうか。それがしが引いた札はこちらでございます。はい、行きましょう。行きます。なるほどな。もう二択やな。でも多分告白されてか、マジでの A で迷ってんねんけど。メントゲノリかよ。うん、いやいやいや、告白されてるよ。メントゲノリは、まあ正直、いや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 、どっちかちょっとやな。告白されてかマジで、俺の言葉にいやいやいやで返した。わらわはそちの言葉すいておるのよ。いや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 。C、 告白。ごめんとー。今の段階で当ててもらわんと、それは。いや、お前が言うんだったの。続いて私でございますが、はい、ちょっとこっからは視聴者にも札は見せず、プロの皆さんにも、特番のプロ、この全員が一致した答えなら、その人は演技があるという。やりましょうぞ。じゃあ私からお題、こちら。はい、なるほど。わあ、これはいろんなありそう。もうじゃあ、もう誰にも見せるだけで。はい、お願いします。はい、すやな、これやもんな。す、もう一回見ますか。もう一回見たいっすね。じゃあお願いします。はい、
大体僕は決めます。でも言わない方がいいですよね。せーので。釣られる。せーので。せーので言った方がいいですよね。決めました。一せーので。C。お。C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 。全員 C。嬉しそう。嬉しそうやな。船当たったらすげえ。嬉しそうやな。嬉しそうやな。正解は。ああ。5メートル。おお。すごい。すげえ。ノックを俺忘れてて、ノックの灰もそうかなと思って。いや、やる気ないもん、ちょっと。うんうん、やる気ないあでもそう。やばい。ああ。ほう。よし。じゃあ、それは三島だけが見てくださいね。はい。お願いします。やばい！なんかでも、どうでしょう。いや、もうこれ。三島が言うとしたら、でも俺が言うとしたらというか一般的な演技をやってます。まあ、そりゃそうやな。頼みますよ、皆さん。行きますよ。せーの、H。全然。何になんだ、僕 H。E。E。俺も E です。E。A。A。行きましょう。正解お願いします。D。D。D。正解。面白すぎる。やばい。さらにのけぞったりしたらダメ。のけぞったりしたらダメ。のけぞってもあかん。声と表情だけだから。じゃあ、あれはもう全部ノーカウント今までは。これが最終最終最終もうこれで最終章。次のお題こちら。好き。あうん、じゃあお願いいたします。じゃあもうこっからし一切動かさんルールね、うん、隠しといてもいいんだ。ここから両方丸から出るね。覚えたらこっちの札だけ置いて帰ってください。はい、これでみんな分かった。すごいな。お願いします。はい、お好き。入ってこんな両方のシステムで、両方のシステムで全然しないやん。勝手にそうやれって言われた。もう一回見ます。あーちょっとラストラストラストちってるな。ラスト好き。違うくらい下心え、全部違うくらい好き。むずいか。むずい下心か。でもこれむずいのよ。大学にめちゃくちゃ笑われてる。ひょっこりしたとこやろ。面白かった面白かった。いきます。はい、せーの D。 あ、ずれた。 D いる。 D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 。え、俺 C です。C だけか。正解は D。うわ、すごい。おお、すげえ。あ、でもうまいよ。すごい。さりげないか。俺さりげない時あんなグッて見えへん。ちなみにどんな？でも目線を外して、好き。あーあー、なるほど。いけるかもな。すごいな。下心とちょっと似てる。いや、でも下心やったらもうちょい強調してたはず。もうちょいベロとか出すんかなと思って。下心ある時はどんな感じなの？好き。あ、でもそう見えるかもしんない。気持ち悪い。気持ち悪いは言ってんやん、それやったら。これで、まあでも、最終3ポイント。僕が4取ったら僕らは。そうやな。よし。なれば参りましょう。これさあ、いいの欲しいな。いけた。はい、いけました。じゃあ見てないですね、うん、巨人システムまた発動する。わーって出てきて人一人もおらんかった時も回して。そんなコミカルでは三島殿の最終決戦、はい、さあでございます。お願いします。さあ。めっちゃ笑ってたけどな。あんな笑うやつないで。ちょ、首かしげんのダメよ。もう本当に声色と顔だけよ。あ、首かしげなし。もうないないない。はい、じゃあお願いします。真剣なやついきます。さあ。全然ちゃう。顔なくなった。表情なくなった。ミスりました。ミスったってなった。表情なくなった。さあだけしか残らんと。違う声と顔が出た。違う声と顔出たらあかんのよ。慣れてきた。いけたな。
もうはい、いきます。お願いします。さあ、うん、まあでもこれやな、うん、はい、もうどうですか。さあ、決めてくださいましたか、まあ、皆様、はいはいはい、まあこれは決まりました。いきますよ。さあ、三島のさあはせーの A。 何ダイヤ君、何俺 E で他は僕 A。 A A なんすか。全く同じ、おじさん2人が若者に理解されない結果になりました。正解は A でございます。あー、やっぱそうやっぱり世代間のまあちょっと首振ったんが、首振ってっこい可能性はありましたね。何度も笑うんですか。じゃあ失敗した、顔と声を失敗した。そんな失敗したか今自分でやっててこんなんちゃうなと思いながらやちゃうのを見せてもらった時もあります。いやでも巨人がめっちゃうまかったですね。巨人うまいとかはええね。巨人うまいとかあれの仕事誰だってできんの。あれの仕事来るな。むちゃくちゃおもない誰だってあれはできるんです。あれあれ来てほしいな。さあ、ということで、まあ引き分けということで、また次回ちょっと決着をつけたいと思います。以上、これ何でしたっけ、はーっていう勇気でございました。ありがとうございました。